ナミさん、おはようございます。バイナンスね、今のところは日本でも使えるようですけども、この金融庁からバイナンスに対して警告が発せられたということは、これはユーザーに対しての警告でもあるということなんでしょうね、きっとね。まあ、なるべくバイナンスってのを使ってほしくないっていうところは、バイナンスってのがね、まあ様々なアルトコインを使ってるというところになってるんじゃないかなと思うんですよ。まあ日本で今扱える金融庁が認めている暗号通貨の取引所、交換所、こういったもののトータル通貨21種類だったんじゃないかな、ビットコインとかイーサリアムとかリップルとかあって。でもバイナンスってのは数百種類とかあるんですよね。まあ、こういうふうな形で使われると、やっぱりこう資金の行き先がわからないっていうところが一番の懸念点なのかなと思うんですよね。ただやっぱりね、お金の使い方を自由にしないと、これからどうなんですかね。日本っていうのは暗号通貨の先進国としての地位を獲得するチャンスは何度もあったんですけども、そのたんびにこうやって金融庁が邪魔をしてきました。金融庁というよりも、まあ、これ既得権益層でしょうね、きっとね。普通の人がポコ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 送り人とかね、金持ちになると、今までの権利を持っていた人たちはかなり邪魔なんですよね、そういった新しい、資産家っていうのがね。で、暗号通貨によってその大富豪が逆転劇が起きる可能性もあるんですよ。それこそ今までのお金持ちとか資産家、こういったものを出し抜くために作られたのがこの暗号通貨ですからね。まさに体のエーダなんていうのは、30億人の権利を持たない、財布も持たない、身分証明も持たない人に、まあ、いわゆるね、身分証明やお財布、銀行、こういったものを持たせようとしてるわけなんですよ。だ、多くの既得権益者は不自由な人民が多ければ多いほど富を独占できますからね。そういう意味で言うと、かつて大航海時代に起きた奴隷貿易みたいなのが形を変えて今でも続いてるのかもしれませんよね。ただこれからは我々平民の中でも、知恵あるもの、勇気あるもの、行動力あるものがそういった既得権益を打ち破る、そんな時代も来るんではないかなと思ってますね。いや、暗号通貨ね、私も労働から抜け出して今みたいな暮らしをさせていただいているのは、この暗号通貨のおかげであることは間違いないです。で、そしてインターネットを使ってさまざまな情報収集をする中で、やっぱり自己を育てることもできますしね。ある意味、自分が育つってことは既得権益を倒す、戦っていくってことにもなりますんで、まあ、現在ね、さまざまなそういった、対立をね、見て取ることができるかなと思いますね。まあ、今のところはバイナンス使えてるみたいですけども、これからちょっとマークしていかないといけないですね。バイナンスによる取引に対してちょっとペナルティーが課せられるような、そんなね、日も来るかもしれません。まあ、今のところは大丈夫なんで、今のうちにバイナンス以外の使えそうな取引所使っていきましょう。私はね、インドダックスが結構いいんじゃないかなと思ってますけどね。まあ頻繁に使ってるわけじゃないんで、またログインしてみます。それでは今回も動画ありがとうございます。